プランケンフェルスは、ドイツ連邦共和国バイエルン州バイロイト軍に属す、町村で、ホルフェルト行政共同体を構成する、自治体の一つである。プランケンフェルスは、フレンキシェシュバイツ自然公園内に位置する。この町は、公式には14の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。プランケンフェルスの領主は、1217年に、 初めて文献上で言及され、1538年に断絶した。その後、村と城は、たびたびそのある字を変えた。17世紀からは、シュラン・マースドルフの領主がプランケンフェルスに定着した。シュラン・マースドルフ断尺家は、ライン同盟に加わり、1806年にバイエルン王国に帰属した。この地域の人口は、1970年914人。 1987年798人、2000年910人であった。町長はハーラルトビヒである。彼は2014年にルイーゼ・ゴルトフースの公認として町長に就任した。町議会は旧議席からなる。ありがとうございます。